暗号通貨ニュースの久保でございます。普段ね、速稼塾の中から暗号通貨ってものを見ているわけなんですけども、今回はビットコインのことについてちょっとお話しようかなと思うんですよ。通常私はね、このビットコインのファンダメンタルについてはお話ししないんですよ。ずっとテクニカルでやってるんですけども、ビットコインに関しましてはちょっと大きな波が来そうなんで、一旦ここでね、メモ代わりに動画を作っておきます。暗号通貨、仮想通貨ビットコインは順調に28万ドルに向かっているんではないかなという、こういうふうなね、視点がS2F モデル提唱者、ね、どの方か分かりませんけども、この方が言われているのをね、結構ね、細かく見てみると確かになっていうところがあるんですよ。というのが、ユーロ圏のインフレ率が8月に、4年ぶりのマイナスになって、米ドルが不穏な空気を見せる中で、暗号通貨ビットコインは順調に28万8000ドルに向かっているんですよ。これはすごいインパクトだなと思いますよね。ビットコインの価格分析モデル、ストックフローモデル、これがね、S2F ですね。ストックフローモデル、先ほど S2F モデルって言いましたけども、これのね、提唱者のプラン B 氏は1日のツイートで、ビットコインが8月に予想通りの動きを見せたと主張しております。確かにそういうふうに見えるんですよ、私からも。で、ビットコイン価格は1ヶ月ごとにレッドドットが点灯しているということなんですよね。プラン B 氏は5月のビットコイン半減期の地の月次の終値をツイートして、それぞれの終値が S2F クロスアセットモデル、つまり S2FX の予想通りとなっていると指摘して、以下のように順調さを強調しました。ビットコインは時計のように正確にその価格に向かっているということなんですよね。で、この方のツイートだけを見ると、確かにね、レッドドット赤い点が点灯してますんで、28万円台に向かってるんじゃないかなと思いますけども、当然ですけども、この方とは別の見解をしている方のね、そういった意見も総合的に解釈しなければなりませんし、何よりもその投資家たるね、自分の解釈がすごく大事なんですよ。私はこういうふうなニュースにいちいち反応するわけではないですけども、一応ね、見ておきます。見るんですけども、最終的に私が当てにしてるのはテクニカルなんで、その中のね、本当に薄い一枚の皮として、今回のレッドドット氏じゃないや、プラン B 氏ですか、こちらの方のね意見もまあ耳に入れとこうかなと思います。とりあえずね、今までのところは確かにこのプラン B 氏の言う通りに堅調に推移してるわけなんですよ。これ私も好きな階段の動きなんですけどね、これがまさにこの形がテクニカルと呼べなくもないんですけども、ウィングルズ・ボス兄弟はシットコインね、米ドルはね、草コインになるって言ってますよね。中央銀行のネガティブなニュースがこうやって流れる中で、ビットコインの上昇が起きているのが最近の現象なんですよね。直近ではね、 FRB に焦点が当たっていたんですけども、今回は欧州中央銀行 ECB がユーロ圏のインフレ率が2016年以来のマイナスとなったことに注目が集まっているところも合わせて考えなければなりません。もうはっきり言って何を言ってるのか分かんないでしょ。で、これが分かんないってことは、ちょっと暗号通貨のね、投資は金額を控えめにした方がいいってことなんですよ。やっぱりね、偶然の積み重ねでできてるわけじゃないんですよ。一つ一つの人の考え方によって、どういうふうに将来になるかなっていうふうな、プロの予測家がこの相場を作ってますからね。だから、プロの予測家が、プロのトレーダーが一番資金を投げるわけですよ。で、参加人数が多いけども、一人一人の資金が少ないのがアマチュアトレーダーなんですよね。だから、あんまりね、不用意な意見には飛びつかない方がいいのかなと思いますよね。ということでございました。